急に呼ばれたのよ。有望株が見つかりそうだから、あなたの遊びに付き合ってあげなさいってね。おじい様も黙ってる割にはちゃんと見てるのね。ないけど、私を本気にさせてくれたら感謝するよ。さあ、こっちはいつでもいいよ。できない。私のエレメントがお前の体内を通過したのさ。腹の中で爆発したみたいだった。だったら、かなわぬと分かってあの子を助ける気がなくなったのか。これはあいつが。その力があれば諦めてお帰りになってください。わしら全員一筋縄ではいかんぞ。神狩りを相手にどこまで戦えるか楽しみにしてるわ。せいぜい腕を磨いておけよ。